50年経ってから建ってくる建築物なんていうのはもう全部つまらないですよ。だから役所の建築が良くなるとかっていうのは嘘なんで、何が悪いかっていうと、そのね、3つ4つ要因があるんです。まずね、美というものがないんですよ、余剰権の中にも。すでにまず市長にない、市議会にない、市民にない、まさに日系設計ない、日本設計ないんですよ。そういう構造になってるんです。だから市役所だって安泰じゃないんですよ。もう一つ住宅についてはできるって言ってるけど、これもかなり絶妙。理由は簡単なの。住宅ってのは作るものじゃなくて買うものなんですよ、基本的に。もう今は建て売りハウスメーカーがもう住宅の端っぱすぐ占めてるじゃないですかね。竹内さんみたいに頼んで自分を住宅作ろうなんてね、住宅の何十万棟のうちのわずか何パーセントなんですよ。つまり市民だってみんな買うものなんです。いわゆるマンションを既存で買うっていうのが基本なんです。そうそう、いや建て売り住宅そうなんです。私の脇にね、駒沢公園の脇に東京一大きい住宅展示場がありまして、100社ぐらいあるのかな、そこに。あ、見てください、ヨーロッパ風もあれば、なんとか風もあれば、ロッジ風もあれば、あれ市民はあれを買うんですよ。家を作るんじゃないんですよ。その時に周りがどうかないんですよ。だから買うだけなんですよ。だから市民もかなり重症なんですよ。だから伊豆先生は非常にヒューマニストだから、その希望を持って一緒に語ろうするのは、僕は弁護士だから絶望的なんですよ。要するに公的な役所も市民の住宅ももう土俵寸前と、こういう感じなんですよ。あの実はこの前提談やっていただいた、いわゆる江戸城から見た時に角みたいなのあった、あれが千代田区役所なんですよ。それであれも SPC で作られてるんです。わけのわかんないうちに千代田区が入っちゃった。わけは分かってるんですよ。ああ最初から分かってる。要するにああいうことを作ろうと明確なプランニング、もうすぐ明確、あんたが見ればわけ分かんないけど、あっちから見ればもうそういうことを作ろうと初めから意図なんだよ。全く美がないですよね。そうもう周りの景観とも調和しないし、そうそうそう。戦後50年のこの精神の破壊というのは強烈なんですよ。確か豊島区が今度区役所をまた超高層、超高層池袋の駅前に超高層を作ると、そこに住民も入れるということだから、これももうあの会長が言われたことが絶望的なんですけど、そうそうそう。要するにね、あのなぜ昔調和したかというと、住宅は私のうちも山形の人はそうなんで、自分で作って大工さんに頼んで、大工さんはそのみんな使う大工さんなんです。だから調和するに決まってんじゃないですか。それはそれなりに礼儀があってさ、あの立ち合いがあると立ち何だかあの上から2階で俺持ち投げたりして、みんなで祝ってくれて、もっと大きくも優位みたいなのあってね、屋根を増えたりしてるから、調和そのものって単に美的感覚の調和で作ること自体って調和があるんですよ、基本的に。昔の家は大体100年150年住宅です。そうこれがね、戦後60年か70年バッサリですね、バッサリで、こんなことで気象人種の気象人種の100分の1以下ですよ、こんなおしゃべってんの。本当にあの住宅展示を時々見に行くんですよ。それなりにね、もうこの頃売らなきゃいかんから、気象人シャレたもの作ってるんです。結構なんだろう、ミーハー的に言えばなんかね、もう結構よりどり好みな、こうデコボコした壁とか深い窓とかもね、アレキサンダーのパターンほとんど入ってるんですよ。でそういうことになってると、自分でね、どこにまずその縄張りしてどう立ち上げようか考える人いないの。いなくはないですよ、いなくはない、もう少し欲しい。だからかなり絶望的なんですよ。こんな先生ね、なんとか先生の住んでる町を手つけようになって手つかんですよ。その町の住民が望まないんだから、そこが一番問題なんですよ。あのね、今のね話だとね、何もできへんからね僕はね、まずねプレハブでも構わへんって言うんですよ。あのまあ今はね、自動車買うのと同じようにみんな買うわけですよ。建てるんではないんですよ。でね、僕はね、もうそれやったらね、それでやないかと。その代わりプレハブをね、すべてね、素材で作りなさい。もうそれでいいんですよ。もう答え出た。ね、素材で作ればね、今の嘘つきのケミカルでやるから、サイリングとかそんなもんでやってしまうから、ビニールクロスで上等そうな木目になったりね、石目になったりするんでやるでしょ。だから嘘っぽいというのはもう作った本人も分かってるし、見てる本人もみんな分かるわけ。あれをね、工業化住宅ですからね、プレハブいうのは工業化でええやないですか。別にもう安くやらないから、ね、その代わりね、素材でその工業化してね作れば
それなりにね、手のぬくもりはまああんまりないけども、素材が持っとるからね。ここでもああいうふうにあんな丸太のあんなゴロンボが針になってたり、こうなね、そういうこのなんていうか板であるとかね、素材で作ればね、あんな嘘っぱちでないようになるからね、随分変わる。そのくらいのことはね、施設屋台のトップに言うたらね、文化を作る意味でね、あんたそうやったらね、セクシーばっかり売りますよと、パナフォームばっかり売りますよと言うて宣伝 してみなさいと、ほういっぺんにね、そこへね着目せんと、彼らはね、もうなんか頭中がこういうもので作るというのはね、顕微鏡で見てもないんですよ。もうともかくケミカルな材料でやって儲けないかんというカチカチ、あれいっぺんちょっとね吹き込んでやれば今みたいな、それは大手御社のどこかが今僕言うてるのに言うやね、テレビで宣伝したらわっときますよ。それはいっぺんにね、町がね素材であるだけでね、ずいぶん優しいな。それいいな先生、起爆剤でちょっと今度武さん積水の社長と対談仕掛けてくださいよそうそうそう、いや意外とそうかもしれない。や一方僕は非常に悲劇的なことばっかり言ってるんですけど、もう一つ言うとまさにこういう欲求もたまりたまってることも事実なんです。だから黙ったってあの 明治中間に行ってる歌舞伎座お別れても結構締め集まる、どっかでこういう感情も あるんですよ。だからどうしたらいいかわからない、どうしたらいいかね。あの反対運動パレスホテルでやろうなって全然人集まりませんからね。だけどああいうの全部壊していいのかなと思ってる人は山ほどいるんですよ。ここどうするか、だから素材でね、素材で工業化したってええわけなんですよ。それは手作りの方がもっとええですよ。少なくとも偽物の材料でするよりはね、住宅ぐらいは町が優しくなるじゃないですか。だからね、その手が残ってるんですよ。それをね、大手御社どこもやろうとせへんからあかん。これあの例えばちょっと話がずれるかもしれないんですけど、これ基本デザインは三菱地所ですよね。清水建設でしょ。いや三菱地所ですよ。それで歌舞伎座監修が熊さんですよね。そうするとこの構造っていうのは日本全国あるんですよね。日建設計がやって、このデザイナーが監修したとか、あの東京スカイツリーなんかもそうですよね。あれ日建設計さんで2人ぐらい、安藤さんも確か入ってるんですよ、あの監修者。まあ、安藤の時代はないんですよもうね、あのね、まあ、あの建築をやってる間はね、日本はね、もうね、雅とかね、その今のはんなりとかね、そのもうちょっとね、あの世界第2位の経済大国、まあ、こうなっとるけど、そういう中でね、もうあの時代は終わった。で今これからは文化で優しい、はんなり、雅、そういうね、豊穣の時代を生み出さない。いつまでもねゲリラで戦う建築なんか言うてたってね、しんどいばっかりで、あなたおじられたら牢屋みたいでね、統治家ですよね。だからね、もう要するにもうちょっとね、あのさっきのはんなり、寒い寒い全て死にたえてる時に色っぽいという、こういうね、厳しいんですよ、もう統治家と同じように精神は。だけど彼のやつはそのはんなりがない、あの色気がない。で人間が住むんやからね、もうその時代20世紀で終わった。それで21世紀はその厳しさに加え、人間の持っている情念、優しさ、色気、そういうものが入ったね、ビルディングであり住宅であらないけませんよと僕は言う。だから21世紀は変わりなさいと。それで要するに1928年にあったね、そのグロッピウスやとかサリバンが言うたね、その都市をあの美的に作るのではなく、美しく作るのではなく、機能的、合理的、経済的に作れと、その時代はもう終わった。これからはね、人間的な街をどう作るかということに不信。